福岡空港では今日午後、中国国際航空の運航再開を記念し、セレモニーが開かれました。大連経由の福岡北京便は、新型コロナの影響で2020年3月から運休していましたが、今日から水曜日と日曜日に週2回往復します。4年ぶりです。涙出そうです。友達と一緒に遊びます。今日の第1便の搭乗率は、北京からの到着便が 94%、福岡からの出発便が 74% と、いずれも高い数字となりました。新型コロナの分類が5類に引き下げられて以降、福岡と中国本土を結ぶ便は、おととい、春秋航空の福岡上海便が就航したのに続き2社目で、今月12日には、中国東方航空も福岡上海便の運航を再開します。